平昌パラリンピックを視察した東京都の小池知事は閉会式に出席し、準備を怠りなく一つずつ迅速に取り組みたいと2020年の東京大会に向け意気込みを述べました。皆さんから次は東京だねって言って随分けしかけられました。準備を怠りなく一つずつ丁寧にそして迅速に行いたいと思っています。小池知事は昨日日本選手団の上着を着てパラリンピックの閉会式に出席しました。その後報道陣の取材に対しバリアフリーの対応や輸送体制について平昌大会の事例を参考に着実に準備を進めていくと述べました。2日間にわたる韓国平昌の視察では選手村や高速鉄道の駅に足を運び施設の担当者やボランティアなどから実際の課題などについて説明を受けました。